こちらは高知放送の情報カメラ、現在の高知市の様子です。上空は一面どんよりとした雲に覆われています。今日は高知市内午後3時過ぎにざっと強く降った時間帯がありましたが、現在雨は降っていないということです。不安定な空模様が続いています。県内は西日本に近づく前線を伴った低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。 県内では明日明け方から昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴って非常に激しい。雨が降る恐れがあり、発達した雨雲が停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。明日予想される1時間の雨の量は多い。ところで、中部東部で70ミリ西部で60ミリ。明日午後6時までに予想される。24時間の雨の量は？ 多いところで中部、東部で250ミリ、西部で200ミリとなっています。気象台は低い土地の浸水、川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。また、先月17日に震度6弱を観測したスク市では、地震前と比べて少ない雨でも土砂災害が起こりやすくなっていて注意が必要です。 一きのう発生した強い台風1号はきょう午後3時フィリピンの東にあって今後、発達しながら北東に進みあさって29日には沖縄の大東島地方に接近する見込みです。